市は、2022年、11月の18日、田村圭介です、まずは、格闘技界の、朝倉未来選手、メイウェザー選手とのボクシングルールで試合があったと思うんですけども、まず、こちらは試合が当選者に把握していませんが、で現場がメルガを着ていたが、後から、YouTube で上がってくる動画で、確認しています。私の状況とまずメイウェザー選手に言ってます。今私が裁判所にいろいろな内容を訴訟を、提示しました。で、それ進めてもらわなかったら、本当に地下水流発生とか、河川水門開閉、死んだもんじゃない、そこはどうなるか分かんないんですよ、本当に。一応、僕は世界へ呼びかけはしてますけども、それは電気が発電できてからの後払いみたいな形でいいと、向こう側とかを撮影しに行った内容で、絶対理解できるはずなんですよ。で、ある程度の図面とかも作ってあるから、手書きですけど、もともと図面とか、そこまでのコンピューターにこだわる必要はないんです。それでも特許は通るのは通るんです。あとは証拠作りだったんですよ、僕はしてることはね。だからその辺のところ、金額のところ、無理あったら話を折り合いつけますし、だから最初のパーセンテージ、こちらはだいぶ引いたような形で1だったんですけども、1% の、ね、提示だったんですけども、本当は 2.5 なんですよ、こういうものが、大体金額は。で、マーケティング力とかいろんなところを含めてきたら、そのパーセンテージとか変わってきますし、もちろんそれは、例えば映画とかになってきたら、話の大枠だったり、それを文章化までして、大体このぐらいの金額とか、そういうふうな形とかありますし、だから、だから金一本物が基本的に言うとのものが多いとそういうことになってきます。でただ私が映像化して送ったものに関しては喋って、それ証拠であって台本を上回るものなんです。多分ね、それを世間に公開したりとか、それを封じ込めした方が犯罪者になっちゃうから、証拠隠しをしたとか隠蔽をしたとか、そういう話になっちゃうから、そういうことなんです。で、その朝倉未来選手の試合の内容、この前の話の内容の例えがあったのは、メイウェザー選手の動きがね、最初の方のラウンドおかしかったでしょ。多分力取られてる側だったと思うんですよ、最初。だから動き方とかは、かなりギクシャクしてる。とても、あれだけ勝ったボクサー、年齢を考えても、正直体が鍛えたら、それなりに筋肉つくし、僕は42歳の時の、トレーニングの量を世間に開示しましたけども、1日に、素振り、もちろん力入れて、腕も足腰も、手を向いてない素振りを1日、500で、懸垂がトータルで1日300、素振りも1日のトータルで1つなんですけども、それセット分けしてます。で腹筋上立てが150ずつで、走り込みが3キロから4キロ、42歳でもこれぐらいのトレーニング1日でできます。でもうちょっとその本数、1セットが、懸垂3回、素振り50、300m から 400m のダッシュで、腹筋上立て、15回ずつ、1セットで見たらみんなこれぐらいだったらできるなって思うと思うんですよ。だんだん体が慣れていって、セット数を増やしていけば、10セットぐらい1日でできるようになるんですけども、それがだいたい消費6時間ぐらいかかるから、みんなそんなことに時間なんか使ってられないと。そんなのプロのアスリートでお金稼ぐような人たちだけだと、だいたいこういう話になってきます。あとは力仕事とかね、ちょっと筋力、最近仕事ないから、仕事再開した時に、ちょっと筋力なかったらこれ仕事になるから、先にちょっと筋力つけとこうかと、体力つけとこうかということのトレーニングなんですけども、メイウェザー選手ね、ある程度の年齢には達してるけども、正直ボクシングとかって当て感とか、神がかり的な力を取った取られてないの部分の方が大きくて、最後朝倉未来選手がダウンされた瞬間って急に動き悪くなってるでしょ。あれおまとめ払いされてるんですよ。今までメイウェザー選手の方が朝倉未来選手の方にちょっとずつ行ってた、ちょっとずつ行ってたけど、最後の一撃のところだけおまとめ払いをされてるんです。僕の裁判と似てるでしょ。でそんな方法があるっていうことぐらい、昔からそういうのは
取った取られてないの話っていうところが自動でどういうふうに動いているのかどうかっていうところで、だからじゃあその辺のところがね、じゃあまあ僕は警察官の方へこう相談しに行って何かあった時とか、その時に基本的には担当の生活安全課の方の場合はまあ大丈夫なんですけども、他の方とかで頭の中がいっぱい取られて証言しようとする相談しようとする内容がなくなっちゃうっていう頭の中から記憶は一瞬で奪われてしまうんですよ。だからそれされると犯人有利でしょ。だけども私の方は私の方で犯人捕まえるときに正直一般市民にも逮捕権あります。そんなこと刑事訴訟法見たら分かります。しっかり文章読めばね、ちょっとややこしい書き方しますけども、あるんです。一般人逮捕権は間違えて警察法とかいくら探しても出てきませんからね。そこで法律の迷子になる可能性ありますから、確か警察の方だったんじゃないかなと思って探しちゃうといつまでたっても乗ってないから出てきませんから。だから録音選手開いてるんですよ。で、そういうようなことがありますから、まあ正直ね、まあ今時、まあ、大きな取り締まりやがなかなかないんですけど、ブログ抵抗するようなところブログ抵抗のレベルもそんな今時警察官に刃物を血圧化せたりするはずいませんよ。そんなことじゃ偉いことなんですよ。だからまあ相手は抵抗したらそれに対して備えている人も犯罪量が大きくなってしまうから、結局誰も正直得しないんですよ。精神病院入りにしようが、精神病院に行ったら一つで100何万請求書を僕が貼り付けたらもうみんな分かるでしょ。あんなのほとんど税金なんですよ。みんな困るだけなんですよ。お互いの首絞め合っていて、でだから、まあ、何か犯人捕まえるとかで、まあ、警察官の方もそのある程度年齢が高齢化とかしてますし、まあ、現場行く人は体鍛えてる人の方が適任だから、だからアスリート界から、ラグビー界とかの野球、プロ野球界とかの身長190センチ前後の本気で体鍛えてるような人たち5人ぐらい目の前に立たれてみなさいな。抵抗する気なんか犯人も全くならないから、絶対これ無理だって思うから、その方がお互いにとっていいんです。その方が早いから、それ相応にお仕事を覚えてもらわなきゃなりません。もともと警察官のそのマニュアル自体がすぐ精神病院に連れて行くっていうのはあれは大間違いであると。でその辺のところも法律の世界で、内閣に整えてもらいます。国会議員の方ですね、内閣の中に法務大臣もいますからね。で、もちろん東洋は国会議員の方たちですね、その法改正に関して東洋はこれは法律的にそうなってますから、でここまで話、ちゃんと見れば他にいない人たちも分かりますから、どこに間違いがあったのかって。そんな強制的に問題として褒めるんだったら裁判ですね、確認しなきゃならない。だから私の例を今年の方に何回も言いますけども、相手が両手で突き飛ばしてきて、でそこまでの経緯で相手が多分そいつも春の整骨院に出入りしてるんで、春の整骨院の介護職の連中とか出入り してる客としてきてる人間も何回かこのワードを言ったことあるんですよ。音で攻撃しちゃうってもう3回は絶対言ってます。で、ここの階段上がっていくときにもそれ言ってきたやついます。で、同じ人物、同一人物である可能性が非常に高い。女性の看護師で髪の毛それは染めてない人間です。だから髪の毛染めてる人間は基本的に法律から違反してるんです。それ理解してください。もう何回も教えてますからね。今更知りませんじゃ通用しないんです。本当に。で、法律の方が世界のルールで上位であって、それ以下の者たちが、それを違うような形で違法行為したら、後でその選手とんでもないことになります。だから試合の勝ち負けとか、
応援整理整頓つけれるんです本当に。まず監督それとも言えば絶対負けなきゃおかしいんです。で、ただしこれ今までどういうふうにして試合国際試合勝っていたかって言ったら、世界戦で淡井圭介が担当になったり、もしかしたら別の方が担当されてる試合もあるかもしれません。基本的に野球やサッカーは私です。そこのところ間違いないでください。昨日も試合の結論出ました。必ず分かってますよ。試合があったら分かってます。だけど僕は容赦なく出ました。当たり前ですよ。本番に備えて自分の体調をしっかり整えてないと、睡眠不足でフラフラなってる時に本番に挑んで試合の勝ち負けに取り組んで勝てる試合もそれじゃ勝てなくなる可能性あるでしょう。相手一応今まで実績ある国ですから。だけどもその辺のところ法律で今までのドイツ国としてのお間違いを私の方がしっかりと、出します、スポーツ界の企業も、それすると、やっぱり昔でいうと大英の頃かソフトバンクの頃のピッチャー杉内選手、マウンドを降りた時に壁殴ってるんですよ。しかも右手と左手でそれにボクシングのワンツーで混ざっちゃってるんですよ。もともとみんな草野球とかでもそうですけど、最初ピッチャー投げさせてもらった時打たれた時どうでした？チームのみんなに迷惑かかってるでしょ。だから申し訳ないっていう気持ちも本当はなるんですよ。あんまり打たれてると自分の方からマウンドを降りたくなっちゃうんですよ。今の自分じゃ通用しないっていうことが直感的にも分かるから、で自分が投げてるボールでも判断つくから、今日うまくコントロールできてないボールが、球がしっかりと、スピードのあるボールが投げれてないとか、変化球が曲がり方確率が低いとか中途半端な曲がり方をするとか、フォークボールにしっかり落ちないとか、あれはあれで真ん中に中途半端な落ち方するフォークボールが来るでしょ。そんなことしたらあんなもの死んで捉えたらめちゃくちゃ飛ぶんですよ。本当に体に鍛えてる人たちですから。今でも日本人も昔の第二次世界戦争の後だからみんな栄養不足の状態から抜け出してるから、身長190cm 前後もしくは身長 190cm 超えてる人たちいっぱいいるでしょ。藤波慎太郎とか大谷翔平とか身長190cm はるかに超えてるでしょ。だからやっぱりそれで思いっきり体に鍛え込んだ、体大きい、本当に今や大リーグへ行っても翔平と一緒に並んだ時に他の大リーガーの人たちの方が体小さく見えてます。昔は違かったんですよ。向こうの大リーガーから体ものすごい鍛えてる人たちとかを連れてきていて、でこれは物理的法則で、正直ね慣性の法則とかいうものがあって、時速150キロとか超えてきたらやっぱり球威力あるんですよ。それ死んで捉えなかったらホームランなんか想像できないんです本当に。で、変化球は芯からちょっと外れても本当にめちゃくちゃ体鍛えてる人にはそれ本当は芯からちょっと外れて打ち取れるはずなんですけども、筋力の差でホームランできちゃうんですよ。僕の身長170センチぐらいしかありませんけども、体を思いっきり鍛え込んだ時、中身の入った投球感を持ち上げてスタスタ歩けてました。背筋も腕の筋肉も足腰もものすごかったんです。両足力入れたら筋肉膝からボコーって出ますし、体に力入れてない時とかも L サイズの服しか持ってなかったから、上から2つボタン開けなかったらもう服ピッチピチなんですよ。もうここも袖のところ、ここもピッチピチになってるんです。北斗の剣の最初の頃の北斗の剣は一日上半身の服が破けてたでしょ。急に体鍛えて、経済的にもそんなに大きな服買ったら買ったで、後で体鍛えなくなったらその服ブカブカになるから、買おうかなどうしようかなになるんですって。本当に、で本当にその普段の力入れてない、パンプアップしてない時でピチピチでもう上から2つボタン開けなきゃ服入れない状態でとか、急に何かあった時に、犯人捕まえるとかでも、僕も窃盗犯捕まえて有馬警察署にちゃんと警察官への引き渡ししています。だからそこは本当は表彰ものなんですけども、そこはもう別にいいですからと、人件費とか本当に時間かかっちゃいますからいいですから。
そういうことで、あのパソコンのセットマン、スタマンであげるパソコンの打ち込みの警察官の方と、まあ、僕はそこの証言とかを記録するんですけど、2時間ぐらいかかってするんですよ。だから本当にみんな悪いことしちゃダメ。それはそれで、ね、消費税が上がる元になるから、本当にそれぐらい我慢しなさい。親からも学校の先生からも義務教育で教わったでしょ、人のものを盗んじゃならないって。なんでそんなに簡単なことを守れないって。その捕まえたやつも二十歳前後の人間だったんですよ。片耳に耳にピアス3つもつけて、で髪の毛染めていて、まさもう本当に学校教育で習ったことをまず真面目に守れるようになりなさい。そんな状態で面接行っても無理だから。そんな人間を採用して、髪の毛染めてる人間を採用して、東証一部上場のベルシステムさん、それと北新ビルの公務員が髪の毛染めちゃってる、どないしましょう。この世の中本当にどこのかしこも法律の乗る気ないんだったら、こちらは本当に最高裁まで話持っていきますよと。もうこれぐらい法律聞かせようとしますから、日本人のこの貧困層のこの底力、世界中の方がびっくりする方ですよね。世界中の勝ち負けで淡井圭介が担当したところ、なぜこんなに勝ててきたのか、これで分かったでしょ。あそこ邪魔されてた人間がいなかったら、どれだけ自由に試合が勝ててきたか。いやそれはそれで頭を取って返してしないとならないし、それでそこから中途半端レベルの低い人間とつながってしまった。僕はレベル低くなってしまうでしょ。そしたら日本人選手がレベル低くなっちゃうでしょ。つながり的にそうなるんです。だからもうこの近くに本当にみんな来ちゃダメ。本当にわかりました。でこの範囲は僕の家の範囲のこの部屋の範囲内だけで収めておきたいんです。電波でつなげないでください。そんな卑怯な勝ち方、後から全部わかりますからね。その負けた試合数、こちらも取り返しに行きますよ。賞金かかってるんですから、日本もスタジアム作り上げすぎて国庫に納税してもらわなきゃなんないですからね。分かってますよ。選手の取り組み、そこの算定の仕方がきちっとあります。そこは私も守ります。テレビに出ている以上著作権ありますから、音声、画像に関しての選手の皆さんあります。これは本当の話です。そこから分けて余ったお金をここスタジアムへ納税できるものなら、元気のある企業、純利益をたくさん出す企業、しっかりとそこの都道府県内でいいですか、スタジアムまず自分の持ち物にしてください。総合運動公園から何から何まですんごい個性資産がかかりますよ。年間もう何十億とかかかりますよ。全部自分の持ち物にしたら、土地代とか全部そうしたらすんごいことになりますから、納税額は全然変わってきます。本当にそれしたら消費税下げる話へと進めれます。これがこの社会の実態です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。もう今のその格闘会の人たちの一試合あってもね、バイトまでもう400活躍されている人で大体450万ぐらいでしょう。あんまり請求しても無理あるし、そんなに長い年齢で稼げるかっていうとなかなかそんな話じゃないし、もうそこまで行くとよっぽど実績積んだ人が同じ年齢ぐらいの人とのエキシビジョンマッチみたいな形で、ただしそこは本気の試合で行わないと、やっぱり見てる観客の人も完全にヤオチョチアの中に混ざってるから、これそうだなっていう見ていて分かるから、なんでこんなものにお金かけなあかんのか、お金払って見てこなあかんのか、それあるから、そこはある程度本当に大真面目にトレーニングをまず積んできて、試合しなかったらその成立しなくなっちゃうから、あんまり度が過ぎる八百長や行いすぎるとお客さんから返金請求来て、本当にその裁判どうなるか分かんないですから。皆さんそういう状況ですから、朝倉未来選手はそういうふうな形で試合頑張って勝とうとしました。でメインウェザー選手は法律のことも分かってたんですよ。でそれを教えてあげたのが二十歳ぐらいの頃の淡井圭介なんです。しかも日本語の選手になってますけども、日本人選手との試合で生で全国放送してください。僕多分日本人選手の方につく形で全力で勝ちに行くと思いますよ。こっちも少子化で日本えらいことになってるんですよ。デフォルトさせてしまったら、日本というこれだけ経済規模のあっちこっちで株本当に資産消滅して、ただの株主に本当になっちゃいますよ。バブル崩壊、一回日本が1980年代になったでしょ。あんなことだったら世界中あっちこっちでその株を保有してたところも急に資産なくなるでしょう。どうなるか分かんなくなるでしょう。交渉取引が行われる会社と
とうまく交渉を行えなくなったりします。業務提携の話なんかは特に手組んでしまったらお鉢が回ってくることもあるでしょう。そのツケが自分のところの会社まで回ってくる可能性がある。だから僕はテレビゲーム業界のウィキペディアにとにかく営業利益、経常利益、純利益、この順番で合ってますから、しっかりと掲載して、従業員の数をしっかりと掲載してくださいと、ね、でその次に分かりやすい表だけでいいですから、その次に銀行に、預けているお金、これしっかりと表示してください。で、今その年に、全員が退社したら退職金どれぐらい払わなきゃならないかとか、それを記載しておいてほしい。退職金の金額はこの期間がなければならないように積み上がっていくはずですから。で、それを会社負担なのか個人の掛け金で行っているのか、あれだけの利益があったら多くの、原料が絶対会社持ちになります。話的にそこで話し合いつかなかったら司法判断で僕さんの話でもいいですよ。この VTR どうぞ現場で再生してもらったらいいんですよ。裁判官の方に見せてもらったら当たり前ですよ。そんなことしなかったら六法全書に書いてるんでしょ、富の分配って。だからそれが基準が公務員の人たちの給料であって、あんまりそこから外れちゃダメ。だけど民間のルールは厳しくて売り上げがあんまりなかったらやっぱりボーナスの年とかあります。だからそこで人員整理とかの話になるんですよ、雇用の回復とかね。だからこれが本当の社会だと、それしっかりしなかったら効率性とか生まれないし、だからみんな仕事場で頑張ってるんでしょっていう話になるんですよ。これが、法律と現実的な話の司法判断の最終的な判断で、そんなのがどういうのか話が出てるんです。で、それぐらいは皆さんご理解してください。それでは、本日のお話をしております。皆さんご、ちょっとスポーツの話したから、もう、まあ、頭が取られていて、こそも間違えそうになるんですよ。ご清聴ありがとうございました。これが、会議長の人生です。本当に、しなきゃなんないこといっぱいありすぎて、本当にたくさん請求かかるんですよね。朝倉未来選手も、こんな、しょうもない化学設定しちゃダメですよ。あとエコロジーじゃないとダメだから、ペンライトなんか売っちゃダメ、そんなの3000円なんかで売り寄ったら僕も公正取引委員会にお話ししますよ。言ってくださいって、とんでもない値段売ってた、そんな価値ない、あんなもんって、あんなもん500円以下で売らないと絶対ダメ。そんなの今時ライトなんか、とうの昔からそんなの出来上がっていて、今大した特許料なんてないはずですよ。本当にそんなことしたら捕まるからやめなさいっていうことをずっと言ってるし、バキッて折って光るようなもの、あんなもんいちいち